ありがとう。僕今まで忘れてたんだ。去年の大会負けたのが悔しすぎて自分を認められなかった。でもそんな時お前たちは僕を否定しないでおめでとうって言ってくれてたよな。それがあったから僕は今ここに立っているのかもしれねえ。ついさっきまで頭の中にもやがかかったみたいだった。こんな風に勝てたのってお前たちのおかげだよ。ついに記憶がショウ忘れてたんだ僕って。ショウごめん、今まで忘れてて。契約者ありがとう。お前たちの今本当のおめでとう僕って聞けてるんだよね。なんだか嬉しいし、ああ晴れやかな気分だな。うん、ちょっと待ってくれ。このツイート、これって、この配信って、2連覇おめでとう。だけん優勝？みんな、このサムネって、ツイッターで気づいたか？おかしいよな。優勝するのは僕のはずなんだから、優勝したのは僕のはずなんだから、こんなことってどういうことなんだ。みんなあいつの配信見守ってみようぜ。どういうことなんだろう。どうなっちまうんだろう。どっちの世界線が正解なの。そんなの僕が優勝したに決まってるじゃないか。そうだよな、はぐるどな。Okay, everybody! The King of Yusuo Sama! Yasuo Kizuke! 2連覇です！ Woo! Okay! はい、どうも皆さん、こんばんは。DJ Yasuo です。今日は、皆様に吉報を届けに来ました。そう、The King of Yusuo 2連覇でございます！ Woo! 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 ありがとう、みんな。もうすでに、フロアは熱狂の渦に包まれております。いやー。デビデビデビルもね、まったく俺に勝てるとか大きな口叩いててね、まあ結局相手になりませんでしたね。まあ私が堂々の2連覇ということで、皆さん応援ありがとうございます。いやー、たくさんのコメントありがとうございます。まあね、やはりプレッシャーも多い中、はい、無事に2連覇を達成したということで、非常に熱い試合だった。まあみんな強かったけどね、みんな強かったけど、まあ強いライバルがね、いっぱいいてよかったなと。あ、ちょっと待ってください。なんかはい、おっと、もしもし、あー、あ、これはデビルデビルデビルさん、いやありがとうございました。ナイスバトルでございましたね。お前何言ってんだ。え、なんですか急に。お前何言ってんだよ。おっと、デビデビデビ選手、何をおっしゃってるのかわからないですか。何をおっしゃってるかわかんないって。お前ははい、何優勝ずらしてんだよ。え、私、おっと、これは現実を見ていられないようだ。私は堂々の2連覇を達成しました。僕だよ。え、僕、え、優勝したのは僕。
確かに勝ったかもしんねえ。でも2回目は今負けてんだよ。バカな。恥ずかしくないの？そんな風にドヤ顔して話して。そうだ、なんだか実況者みたいな話し方して。俺が勝ったよな。だって俺キーボードだってもらえるじゃん。キーボードはさ、4位までもらえるんだよ。4位では。ほら、コメント見てみろよ。あ、ほら、気づいちゃった。嘘だ。信じやがそんなこと。俺は優勝しちゃった。俺はなあ、悪かった。僕が悪かったよ。今お前の姿見てて思い出した。何をだ。僕もお前と一緒だった。え、認められなかった。嘘だろ。世界を俺が消えていく、そんなことって。大丈夫だ。今いる俺は誰なんだよ。大丈夫だよ。お前はまた出る、会える。俺はここで戦おう。俺は歯車また出る。やだやだ。大丈夫だから。こうして歯車は消えていった。あの歯車はこの世界の歯車だったのか、別の世界の歯車だったのか。ただ一つだけ言えるのは、タイピング大会でまた会える。だって僕もそうだったんだもん。それじゃあみんなちゃんと現実を見ようなではな。僕が優勝でーす。僕が優勝でーす。